雪ですね。雪が積もってる。すげー。広島も雪です。ハートクマありがとう。今さっき外を見ましたら真っ白でした。すごい。雪が降っている。ヤスメさん雪いっぱいありがとうございます。そうちゃん、みずりんさん、ギフトありがとう。おー、すごい。雪のニュース、あ、広島じゃなかった。やってる。皆さんのとこも雪ですか？雪。センチぐらい、ね、何センチか分からんけど。でも積もってた。すごい。確かに。ありがとうございます。雪3センチ、すごすごくはないか。雪だるま作ってる。おもろ。おもろすぎやろ。元旦公演当選しました。おめでとうございます。おめでとうございます。
雪嫌いだから都会に行けた、おもろ。マジ都会来ても雪は降る。そうね、沖縄にすればいいんじゃないですか。沖縄は雪降らないよ。広島に来てこの前雪降ってたので2回目って言ってたよ。去年とこの前バーって降ってた時と2回目の雪だって。おもろかったですよ。最初雨かと思ったって言ってた。沖縄出身マネ。雪の中サブタイトル嫌だよサイレントボックスカップルとかいるんじゃねえ世の中に。雪だね静かだね、うるさいってやんじゃないの。プレゼントありがとう。絶対やるでしょ。雪だね。ありがとう。遠くから見る日だったかいや雪の時におらんかったやろ。でもまあおったかもしれんけど、すんごい遠くにおったかもしれん。おもろい。もうね最高すぎましたよ。最終回見てない人いる？プレゼントありがとう。前15分拡大版で15分に終わると思ってたのにさ、7分ぐらいで終わって悲しい。本当に15分長かったか。ハートありがとう。プレゼントありがとう、エウさん。クリスマスのギフトなんかの。かわいいよね。あの花かすみそう、あれはどういうことなんだ。結局はあれでしょ、伏線回収をしたってこと。渡したものをどんどん渡してどんどんお裾分けしていって、結局はイヤホンただ交換しただけになったねっていう伏線回収ってことでしょう。
ほどなるほど。はよー、はようございます。港って確かに、でも紬って言ってほしかったけどね、私的にはそう、最後終わり方がいいよってね、みんな言ってたけど、紬ってだけは言ってほしかったけどね、私には。ピン雪、ありがとう。マチが演出家だったら急に急にね、マチが演出家だったら最後つむぎって呼んで、凍りついた心には流してこう耳のも耳元に行くとこはスローにします。そっからは聞こえなくする。それがよくない？名前だけは呼んでよって感じなんだが、いかがでしょうか。つむぎ振り向く、凍りついた心には太陽。スローね、ここは。ピューンって感じです。私は演出だったらね。はよー、そっからは二人だけの世界で、あの何話してたかは隠すんですけど、ここだけはね、欲しかったですね。おはようございます。ね、私はもう好きすぎて、あの DVD ブルーレイ発売ってなんかツイッターに出てたんですけど、それマジで買おうか迷う。8月とか発売だったんですけど、めっちゃ高かったんですよ。ほんまに？ブルーレイ、ブルーレイの方なんですけど、3万8000円ぐらいやった。だからもう何かしらスペシャル、そのドラマ以外の映像も入ってるってことじゃないですかね。なんか 裏側か分からんけど、そうマジで人生生きていく上において一番いいドラマだと思うからさ。そう、今テレビにしかさ映像がないですから、10話分。そう、もう手元に置いとくか悩む。あった方がいいよね、絶対に。一貫ずつ。むずすぎや、無理やろ。
バラバラになる。ディレクターズカットって何なんですか？どういうこと？ファイル、なんかクリアファイルみたいなんと、ストラップみたいなんと、なんて書いてあったっけ？ちょっと忘れたけど。あ、そういうこと？テレビ放送でカットしてたかが、ガチか。ディレクターがカットしたとこってこと？そのままか。なるほど。それはやば、見るしかやん。そういうことね。知らないシーン、知らないシーンというかとこがあるってことか。尺に入りきらずに。なるほど。ではランキングを読みたいと思います。13位あやさん、12位みー HK さん、11位ひでじろうさん、10位せいちろうさん、9位バンジャラさん、8位そうちゃん、7位せいがくん、6位ひでさん、5位ビッグエブさん、4位キズナックくん、3位ひげのまささん、2位みずりんさん、1位はドラララン、やすべさん、ありがとうございます。ゆきありがとう、ピオネさん。では今日マジで気をつけてくださいね、雪なので。うん、ファイトです。それではバイバーイ。ありがとうございました。またね。